お、なんすかこの料理、見たことないですね。おお豪快豪快だね、うん。うなぎはあのさばき8年、打ち打ち3年、焼き一生って言われてて、関東は背開きで、関西は腹開きで、それが、はい、なんでこう違うかっていうと、関東は武家、武士の文化なので、武士はその腹を切ると切腹を連想するから NG、ダメだ。すごい勉強になる楽しい。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ねえ、翔子ちゃんは今日はなんか黒い感じの衣装で、はい、なんかまた雰囲気変わったねどうしちゃったの？いや、もうちょっと金髪は飽きてしまって、うん、黒は似合うと思うね、俺も。次にはなんかピンクとかになってるかもしれないどうしちゃったのかな。もうすごいね。でも翔子ちゃんね、セレブ界の2人を見てどうでしたか？そういえば今日セレブに囲まれてると思って気づいちゃった、うん、後ろ一人暮らしだからもう見せれないから、こんなお魚に、お魚のバーチャル画面になってますけどお二人のお家がすごい綺麗だから、なんか、あ、すごいよ。今日は気持ちはセレブで、あ、気持ちはセレブでね。もうひろこさんち、なんか気になったのあったらもうズバズバ言っちゃってね。あー、もうそういうのすごい楽しみです、うん、今日はですね、さらにですね、スペシャルゲストをお呼びしております。この方です、どうぞ。なんだろう、はい、はーい、ハローエブリワン、ビッグシュー、かわいい、今日は皆さんのエントリー作品楽しみにしてますよ。見てるね。はい、ということで、ね、なんとね、スペシャルゲストでビッグシンディがね、やってきてくれました。はい、ということでね、今日はこのメンバーと一緒におしゃべりするだワーン。わーん。今回のテーマはこちらです。ずっと見ていられる調理風景。思わず見とれてしまう料理人の職人技、調理風景をご紹介してもらいたいと思います。まずはかなこさん、あなたのエントリー作品を教えてください。クイッティアオロートという蒸し春巻きです。意外な方法で調理するのでご覧ください。 VTR をどうぞ。名前だけで美味しそう。よ。あ、なんかいい感じの屋台ですね。お。あ、それ乾くないの。いくんだ。お。お、なんすかこの料理、見たことないですね。おお豪快豪快だね、うん。はい、すごいよすごいよ、うん、え、全然読めないすごいね、これあ、おお、出来上がってるやつ、おお、入れた。おお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 お、でも春巻きっていうか、はいはい、もんじゃみたいな感じでやって、おー、うん、
ねえ、ブルブルって巻いたような。無理やり巻いてるあの感じとかすごい。スパイシーじゃないので、甘めの中華風ソースで、野菜がいっぱい入って、とろっとした食感。チョコちゃんどうでした？どうなっていくんだろうと思ったら出来上がったのが出てきて、なんか。あそこに入れるのがねあれ蒸し器になってるんですかね、なんか下の方が、あの、そうそうそう、あ、やっぱそういうおまんじゅうの蒸し器みたいな、あ、なんかね、ダンディ、シンディどう、はい、すごい、かなこさんすごいいいよ、すごいでしょ、タイのタイの屋台ありがとう、はい、すごいいいよ、バイバイ、はい、ありがとうございます、食べたいね、食べたいですよ ね、美味しそうだよな、その場で焼いてもらってね、熱々だから今寒い冬には、本当だ、いやいや、ね、タイは暖かいから関係ないんですよ、あ、そうです、タイは関係ないですよ、ひろこさん、いつでも暑いですからね暑い中汗かきながら食ってますよスペインだったら、私だったらもうすぐに買いに行っちゃいそう、もしこのようになればね、あったら寒いところでやったら流行りそうだけどな、やります、ね、やってくださいよ、卵焼きの四角いフライパンでパッパッパって、まあ、ミニだけどできそうですよね、うん、すごい、子供も好きそう、あ、ね、そうかも、絶対いいと思う、三角で、うん、そうですよ、クレープ感覚で自宅で、うん、あれやればいいんですよね、うん、きっと、うん、そんな感じですよね、ね、シンジさんもクレープ好きでしょ、もちろんよ、私も大好きよ、はい、みんなでパーティーしちゃうわよパーティーパーティーいいよいいよ、田中さん、もっとちょうだいでは続いて翔子さん、あなたのエントリー作品教えてください。うなぎのさばきなんですけども、おいいですね、うなぎはさばき方に結構地域の特色が出るんですけども、はい、関東関西で、私がいたのはあの名古屋のところでちょっとつながりがあったので、名古屋包丁を使ったさばき方、ほうほう、はい、あ、ちょっと見てみようか、はい、音がいい。ああ、本当だ。わあ。すごい音するね。これ難しいんですよ、本当に。だって生きてるもんね、そもそもね。はい、そもそも生きてて、あの最初あの桶の中にうなぎ何匹もいたと思うんですけど。うん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 、そこでまず氷締めって言って仮死状態にするんですよ、氷で。で、一応その動かなくなったうなぎをさばくんですけど、すごくそれが難しい。うなぎって生命力が強くて、ちょっとでもその締めがうまくいっていないとぐにぐに動くんですよ。でこうやって炭火で焼いてね、あー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 、うん、絶対美味しいやつだ、やばいね、音とかね、またね、煙とかなんか、うわあ、映像プロになんか分かるな、なんか本当に見入っちゃいますね、これね、そうなんです、この炭といい、煙といい、なんか懐かしい、いやばいな、匂いが伝わってきた、あ、やばいな、おいしそう、いいよ、いっけよ、あー、すごい、わー、あー、おいしそう、いや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 、
これは来てるね。はい。うなぎはさばき8年、打ち3年、焼き一生って言われてて、ああやってなんか結構スルスルやってる、はい、の映像でしたけど、あれが本当にできない。そのまず包丁が入らない。どう進めていいかわからない、どう動かしていいかわからない、引っかかって進まないとかもう大変です。あと皮が切れちゃってバラバラになっちゃったりとか、ちょっと力いい、あれはスッといかないの？いきません。まあね、相当ガリガリいってるから、はい、力もいるってこと？力もいります。一日さばいてる人とかはめちゃ肩がパンパンに腫れ上がるし、うなぎ運ぶのも重いし、結構重労働ですね。寒いところでやらないと鮮度も悪くなるし、もういろんな職人 の, 詰まった形の映像ですね。具体的にはそのさっきの関東関西名古屋、はいはい、何が変わってくるんですか？と開き方は関西と関東で変わるんですが、関東は背開き、で関西は腹開きで、それが、はい、なんでこう違うかっていうと、関東は武士の文化なので、武士はその腹を切ると切腹を連想するから NG、ダメだと。はい、でそれに比べて関西が腹開きなのは、まあ、商人の町なので腹を割って話そうっていうところから腹開き、いいことなんだ。そうなんですよ。でそのいいこととダメとされることがやっぱ関西と関東で、まあ、違うので、で名古屋は腹開きですね。じゃあちょっとそこは、はい、関西寄りなんだね。そうですね。で包丁が関西と関東と名古屋で変わってきます。すごい勉強になる楽しい何が違うの？関西は特殊な気分で言うと、特徴で言うと、名古屋の包丁は丸いんですよ、形が丸いんだ、はい、丸くて、で大阪の包丁はもっとなんかこう尖ってます。歯だけむき出し、はい、むき出しになってるような尖った形してます。で名古屋包丁は持ち手が綺麗で、歯が丸い。そうです、こういう形、丸というか、はい、四角というか、こう比べると丸く見えるんですよ。江戸は尖ってますね、すごく。なんか先っぽが、こんだけ地域差があって面白いんですよ。面白いね、同じ食べ物なのにね、はい、どうでした？はい、ニッパル文化すごいね。ニッパル文化すごいよ、しょうこちゃん。すごいでしょ。わあ、すごい、面白い言うかな、面白いよ。はい、シンディありがとう、うん、いやいや、すごいね。やっぱタイとかないですよね、うなぎって。やっぱ日本だけなのかな。うなぎはでもバンコクでは食べれますよ。あ、食べれるんですか、うなぎ。輸入してます。輸入っていうか、うん、その日本のものとか中国のものとかを輸入して。料理の仕方はうな丼ってことですか？あ、同じかば焼きみたいなことですか？そう、かば焼きみたいに売っててチンして食べたりとか、はい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 。スペインね、マレーシア、うなぎのパエリア有名。うなぎのパエリア？もう有名。うなぎのパエリアなんてあるんだ。美味しそう。それは、うん。ごめんなさい、スペイン産のうなぎが取れるということですか？そう。ね、マレーシア、その辺でっていうか。そうなんだ。初めて聞いた。結構有名ですよ、マレーシアのうなぎパエリア。で、うなぎの赤ちゃん、うんうん、あーしょうこちゃん、うん、ちょっとこれしょうこちゃんに振った方がいいですかね、うん、もう微妙、うん、じゃあしょうこちゃんもうムズムズしてるんでしょ、もう、うん、なんかね伝わってたもうムズムズ喋りたくてムズムズしてるからねしょうこちゃんどうですか、知ってました？やっぱり私そのうなぎのパエリアっていうお料理知らなかったので、うん、さっきちょっと、うん、検索してたんですけど、うん、衝撃のお料理が出てきて、うん、今もうびっくりしちゃって、うなぎのチギを、ちっちゃいうなぎの、うん、だけを使ったアヒージョとか油漬けみたいなそのお料理が
あるらしくて。そんな贅沢すぎるのあるの？今稚魚がいないってもう大騒ぎしてんのに。もうあれがねすっごい高いんですよ。キロあたりグラムかな、まあ、キロかあたり、うん、もう本当に十何万とか。高いよ。高いよ。ねえ。めっちゃ高いですよね。オーマイガー。オーマイガー。オーマイガー。ただやっぱりすごく高級なものだから本当に高級なレストランとか、うん、そういう高級なねあのグルメのお店で売ってたりするけども、その偽物は、うん、偽物って言ったらだけども、うん、その。そう麺みたいにこうねパスタみたいに作った色もそう似せた感じの偽物稚魚うなぎの稚魚を食べることもこっちでいうカニカマみたいなそういうちょっと偽物があるって出てきましたね。そうなんですよ、うなぎの稚魚っぽいやつがいるんださらに。そのスペインなどで取れるのはヨーロッパウナギって呼ばれるものだと思うんですよ。でヨーロッパウナギってその全てのウナギの中でも一番数が少ないんですよ。そうなの？だからこういうことかって今ちょっと思っちゃって。あそういう稚魚で食べちゃうから なるほどってちょっと納得しちゃいました。あこれそうそうそう、なんか偽物はスーパーでも売ってる、偽物っていうかすり身で作ったなんちゃってはスーパーでも普通に売ってるんですよ。楽しい話でした。はい、ありがとうございます。続いてひろこさん、あなたのエントリー作品教えてください。私はスペインらしく生ハムです、うん、いいですね。バルセロナといったら、ガウディだと思うんですけども、こちらカサミラです。でね、街の中も昨日からクリスマスのイルミネーションが点灯されたようです。いいな、なんかこちらもガウディの建築です。とても有名な、ガウディの建築があるんだね。生ハムのサンドイッチ。おお、マジかよ。おお、アリアエスでパレティア、ハモンバレ、でベイ、イベリコ。イベリコ 50%。Vale。これね、後ろ足ですね。シンクラミソ、カラララヒョ。わぁ、これは見ちゃう。確かに。あー、これは見たい。ね、わぁ、もっといっぱい撮れって思っちゃう。もうなんかもうそのまま食卓に出してほしいよ。うん。なんか生殺し企画だねこれ。いやー本当に美味しそう。美味しそう。美味しそう。いいですね。食べたい。あれイベリコ豚のやつ。とイベリコ豚って言って一番高級なのは。どんぐりだけ食べて育った豚で、前足の方が高級高くて、後ろ足は若干こう脂が乗ってる感じ、前足の方が結構締まった感じなのかな、締まった味というか、うん、すげえ美味しそう。で薄く切って、うん、真空パックとかにしておけばもう 3,4 ヶ月とか持つし、食べる前30分ぐらい前に開けて空気にさらしてでいただくっていう感じ。空気にさらした。はい、質問です。ひろこさん。ひろこさんは、はい。生ハム一本、丸ごと買ったこと、ありますか？はい、あります。もう、買ったっていうか、お歳暮、日本でいうお歳暮、会社によっては、
そのギフトセットがあって、ワインとハム、足一本とか、そういうのがあって、うん、この時期みんなね、会社から帰るときにそういうギフトの箱、ギフトボックスを持って帰る人が結構ね、ちらほら見るんです。生ハム専門店もありますけど、スーパーでも普通に吊り下がって売ってて、1本5、60ユーロから、うん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 、それぐらいで手に入るんだ。うん。したり。贅沢。ねえ。贅沢。ハマっちゃいますね、一回食べたら。いや、絶対ハマるよな。スーパーにこの間買った生ハムあるけど、食べますか？あ、ぜひぜひお願いします。見たいです。あのカメラもついでに持ってってもらえたりできませんかね。ひよこさん聞こえてます？冷蔵庫チェック、これを待ってました。はい、ここから行きたいです。わあすごい、もっと見せて。おいや、すごい、すごい素敵なキッチン。あごちゃごちゃ、なんか家族の写真。うわー、すごい、奥に気になる部屋が。うわぁ、こっちが冷凍庫、こっちが冷蔵庫です。おぉ、ちょっと引いて、ひろこさんストップ。こんな感じです。これ全部冷蔵庫なんですか？どうやってこれ、すごい、でかっ、冷凍庫、すごい、でかいな。それ冷蔵庫、おぉ、おぉ、冷蔵庫、ほら、うどんとかね。ほう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 。で、パン専用の引き出し。いつもなんかスーパーでいっぱい買って、冷凍しといて、こう切っておいて、うん、で、毎朝取ってトーストに入れる感じ。バケットだ。なんだ、バケットだ。冷蔵庫は、これはね、ビーツのパンケーキ、子供用のやつ。作っておいて、これ、はい、なんだっけ、お魚のね、オーブンで焼いたやつ、小さいイワシ、ビーツの茎の部分で作ったきんぴら、はい、こんな感じ。わー、汁気が多い感じのきんぴら、これはね、多分お酒とお醤油と、うん、感じ。これちょっと保存しといて、ご飯をいただくみたいなね。はい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 、すごい。で、何でしたっけ？あ、生ハムだ。生ハムですね。どうせこれだけで1時間やりそうなんで、生ハムいきましょうか。行きましょう、行きましょう。これ、先日買った。うん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 。で、あー、美味しそう。美味しそう。いいな。いいな。いいなぁ、タイすっごい生ハム高いんだよ。いいなぁ。おいしい、おいしそうよ。そうだね、シンディさん好きそう。シンディさん、私も食べたい。私も食べたいよ。常備としてサーモンと生ハムと普通のハム、は常備っていうか常備品、常備食で、そういう感じなので朝食用にね、はい、ということでありがとうございました。はい。